皆さんこんにちは。演歌界のプリンスといえば氷川きよしさんですね。そんな氷川きよしさんですが、容姿や名前を女性寄りに変えたり、芸能活動を休止するなど数々の話題がありますね。多くのファンが復帰を待ち望んでいることだと思います。しかし復帰が絶望的、復帰はできるがその方法が予想外といった内容を最近耳にします。今回はこの件について深掘りしていきたいと思います。ぜひ最後までご視聴ください。まずは氷川きよしさんについて、改名の理由と受けた手術内容とともに簡単に紹介します。氷川きよしさんは福岡市南区出身で、福岡市立大楠小学校、福岡市立高級中学校、福岡第一商業高等学校を卒業されています。2000年に箱根八里の半次郎で演歌歌手としてデビューされ、ビジュアル系男性アイドルのようなルックスを持つ演歌歌手として大きな注目を集め、その実力派の歌唱力やビートたけし命名という話題性も相まって、同年末の日本レコード大賞をはじめとする音楽賞、最優秀新人賞を総なめにしました。そんな氷川きよしさんですが、2019年から女性のようないでたちになり話題になりました。そして2022年12月31日からの活動休止を前に芸名をキーナに改名。氷川きよしさんは本当の自分を表現、氷川きよしを卒業してキーナとしてありのまま生きてく思いなのだそうです。また活動休止前の2022年4月6日に氷川きよしさんは声帯ポリープの摘出手術を受けたことを自身のインスタグラムで報告しています。手術は無事成功しています。以上が氷川きよしさんの簡単な紹介でした。改名理由に関してはもう一つあるのですが、それは今から迫っていく復帰が絶望的という問題とともに紹介します。それでは一体なぜ氷川きよしさんは復帰が絶望的と言われているのでしょうか。それには氷川きよしさんが所属しているながらプロダクションの現社長、神林義弘社長との確執が関係しています。ながらプロの初代社長はながら淳さんで、この人は氷川きよしさんと仲が良かったです。しかし2003年に長男である神林義弘さんに社長の座を譲るのですが、氷川きよしさんは折り合いが悪く、この時からいずれ事務所から移籍もしくは独立すると噂されていました。そして2012年5月2日にゴルフ場の事故で長良淳さんが死亡してしまっており、氷川きよしさんが事務所に残る理由が全くなくなってしまっていました。そんな中、氷川きよしさんがイメチェンをした際、神林義弘社長が反対したことでより仲が悪くなっていたようです。さてこの仲の悪さがどのように独立を阻んでいるのでしょうか。実は氷川きよしさんは長良淳会長が亡くなる前、東京の高級住宅地に家を買っています。長良淳会長はその時それまでの慰労金として氷川きよしさんに約3億円を貸しています。長良淳会長は事務所への貢献度の高さから贈与を考えていたようですが、亡くなってしまったことで約3億5000万円の抵当権を債権者である事務所に返済しなければならないという問題が出てきました。そして氷川きよしさんには抵当権を外すための資金を今すぐ手当てできる状況にないということが復帰が絶望的だと言われている理由のようです。ちなみにキーナという名前を使うようになったのは、こういった事務所との利害関係によって氷川きよしという名前が使えなくなったことも理由に挙げられます。以上が復帰が絶望的だと言われている理由でした。それでは噂されている復帰する道というのはどのようなものなのでしょうか。それは元ジャニーズの滝沢秀明さんの力を借りるというものです。滝沢秀明さんは今お伝えした通り元ジャニーズアイドルです。タッキー&翼のタッキーとして
世間の認知を集めた人物ですよね。そんな滝沢秀明さんのことを氷川きよしさんは人生で一番信頼しているようなのです。演歌界隈とアイドルグループということで、一見関わりがないように思えますよね。それはなぜなのかというと、二人とも創価学会の関係者だからです。そこでつながりができたということなのかもしれません。滝沢秀明さんの力を借りて現事務所から独立し、芸能界復帰を果たそうとしているというのです。ここで気になるのは滝沢秀明さんのサポートの仕方ですよね。一つは抵当権分の金銭や独立に必要な資金を貸してくれるといったことが考えられます。もう一つはタキーが新しく作り上げた事務所 2B のタレントになるということです。 2B は現在ジャニーズ事務所を退所した、いわゆるやめジャニを囲い込んでいるため、そこに氷川きよしさんが入り込むことに違和感を覚えた人もいると思います。しかし冒頭で紹介したように、近年の氷川きよしさんは演歌歌手から衣替えし、すっかりロック歌手へ方向転換しています。そのため滝沢秀明さんの新会社に移籍するというのはあり得る形ではあると思います。また当然ながら演歌も歌える歌手であるため、滝沢秀明さんにとって氷川きよしさんの移籍はとても喜ばしいものなのではないでしょうか。いかがでしたでしょうか。今回は氷川きよしさんの復帰が困難である理由や驚くべき復帰方法といったさまざまな情報について深掘りしてきました。自分を見つめ直しリフレッシュする時間を作りたいと言って活動を休止した氷川きよしさんは、所属するながらプロダクションと独立に向け話し合いを続けつつ、故郷に帰って親孝行の毎日を送っています。氷川きよしさんは今母親との時間を大切にしているようですね。氷川きよしさんの実家は決して裕福ではありませんでしたが、デザイナーや芸能関係の仕事に憧れていた氷川きよしさんのために、両親は高額な授業料を黙って工面してくれていたそう。親孝行することでリフレッシュができていたらいいですね。ちなみにこの自分を見つめ直す発言や、その直後に胸が膨らんできたことから性転換手術が疑われましたが、事実かどうかは今のところ判明していません。体の性別が生まれ変わったかどうかは置いておいて、現在の氷川きよしさんは演歌もロックもできる二刀流の歌手として生まれ変わりました。演歌もロックもできる二刀流の歌手として活動できるまでに成長しています。滝沢秀明さんの力を借りて独立することで母親を安心させ、さらなる親孝行ができればいいですね。最後まで動画をご視聴いただきありがとうございます。高評価チャンネル登録をお願いいたします。コメントもくださると嬉しいです。それではまた。